ハロー YouTube、今日はですね、ニュートレジャーについて話をしていきたいと思います。ニュートレジャーっていうのはですね、中高一貫校の、学校が使っている、Z 会が作っている英語の教材になります。神奈川県で言えばですね、聖光学院とか栄光学園とか、浅野とか、まあ、いわゆる神奈川男子御三家の学校も使っていますし、また、サレジオ学院とか、あとは例えば、湘南白百合とか、あとは日大藤沢とか、まあ、とにかくいろんな、学校が使っている教材になります。学校のレベル層もかなり、幅がある、ような感じなんですけども、かなり広く、使われている教材になります。で、まあ、元々ですね、まあ、公立の教科書と比べても単語のボリュームが3倍ぐらいあったりとかですね、まあ、文法の深度もだいたい公立の中私立のその中高一貫校のニュートレジャーを使うとですね、中1の段階でもう公立でいう中2の真ん中ぐらいまで終わって、で中2の教材でもう高校レベルに入るっていう、かなりスピーディーに、進んでいくような教材になるんですけども、ちょうどまあ2021年去年に、学習指導要領が、改定を、されまして、まあ、英語の難易度がぐっと上がりました。で、まあ、それを受けてニュートレジャー自体の改定も進んでいまして、去年、ニュートレジャーのステージ1、いわゆる中学校1年生用の教材、がサードエディションに改定され、今年ですね、ステージ2、いわゆる中学校2年生用の教材もサードエディションに改定をされました。で、ちょうど私今ニュートレジャーの、を使っている、去年の中学校1年生の生徒さんを、まあ、個別指導で担当しているんですけども、まあ、かなりびっくりするぐらい難易度が上がっていてですね、これ高校レベルの文法知識がないと説明できないぞっていうような例文がもうバンバン登場してきます。で、ちょうどまあ今年その生徒さんが2年生になって、もちろん配られたニュートレジャーは同じくサードエディション、改訂されたバージョンになるんですけども、まあ、今ちょうどレッスン1のリードぐらいをやってるのかな。まあ、リードってのは長文なんですけど、まあ、文法事項の説明が終わった後の長文なんですが、そのあたりを今ちょうど学校でやっていて、まあ、もうゴールデンウィークに入っちゃったんでね、しばらく授業は止まると思うんですけども、やっていまして、で、レッスン1がですね、1の1が、ちなみに遠い接続詞という、等しい位同士をつなぐという、等しい位をつなぐと書いて遠い接続詞というものが文法で、英語の文法であるんですけども、まあ、いわゆるエンドとかバットとか、同じ名詞同士とか、文同士をつなぐような接続詞の、単元になるんですが、そこにですね、遠い接続詞の for が出てきててびっくりしました。for っていうのは、まあ、何々コンマ for 何々だった時に、何々ですというのは何々だからですっていう、この because 的に使うですね、遠い接続詞があるんですけども、それがさらっとこう書いてあったりとか、して驚きました。高校文法でやるものなんですよね。下手すれば高校でもそれやらないような学校もあるぐらい、ちょっとレベルの高い接続詞なんですけども、そういったものが中2のレッスン1の1にもうさらっと出てきちゃいます。あとはレッスン1の1は、レッスン1で言うと簡単文ですね。How とか What を使って、驚き、エクスクラメーションマーク、びっくりマークで終わる文章なんですけど、そういったものも出てきたりとか。あとはレッスン3になるとですね、これからまあその子はやるんですけども、文型を、やります。で、まあ、文系はもともとセカンドエディションにもあったんですけども、もうがっつり文系っていう形で、高校レベルの文系を中2のレッスン3、いわゆる1学期の期末試験の範囲になるだろう、ところに入ってきます。はい。なので、中2の1学期の期末テスト、まあ、おそらく多分中間テストはレッスン2ぐらいまでだと思うんですけども、まあ、レッスン3で、中学校2年生のニュートレジャー使ってる子は、まあ、期末試験でレッスン3がもちろん範囲には入ってくるので、そこで文系をやるんですね。で、まあ、文系っていわゆる、まあ、SVOC という、文の要素を、まあ、記号で表して、英文をこう分析していって文構造を把握していくという、まあ、作業なんですけども、それを結局学習するということはですね、何が必要かというと品詞の知識なんですね。名詞、動詞、形容詞、副詞、前置詞、接続詞、そういったものをまず単語を覚えるときに、これって何の品詞だろうってちゃんと理解してないと、文型って把握できません。O と C の違いがわからないとかっていう、ね、生徒さんが毎年いますけども、な、 O は名詞だと思ってましたとか、まあ、O はもちろん名詞は O になれるんですけども、 O イコール名詞だと思ってましたとか、いるんですよね。要は成分っていう考え方と品詞っていう考え方をちゃんと分けて理解をしていなきゃいけなくて、その品詞が分かって初めてどの成分になれる資格があるかとかが分かるみたいな形で、こうつながりを理解してないと分かんなかったり、
あとはその就職後でも形容詞は名詞を就職するけども副詞は名詞以外を就職するとか、あとは動詞で言ったら自動詞と他動詞の違い、これもすごい大事で、まあ、自動詞は要は第二文型を取りますけども他動詞は第三文型を取るとかですね、そういった文型を理解するときにもう前提となる必要な知識っていうものをあんまりこう学校でやらないでですね、ニュートレジャーの文型のところでいきなり文型を教わってわけわかんなくなるっていう生徒さんが本当に多いです。なので、これはもちろんニュートレジャーのその改訂があったからという話ではなく、ニュートレジャー自体、もともともうそのレッスン、ステージ2で文型をやるっていうのはもうもちろんそうだったんで変わってないんですけども、中学校1年生からですね、なるべく、品詞というものを意識した勉強をしておくと、スムーズに移行できるかなと思います。ちなみに私は公立の中学校の出身でしたけども、文系なんてものは、習ったことはありませんでしたし、品詞を意識して単語を覚えたこともなかったです。なので文系なんてことを分からずに私は高校に進学をしていましたけど、今の生徒さんたちはですね、それを中学校1年生、まだ英単語を覚えたばっかりなのにもう品詞とか文系とか意識しないと解けないような問題にぶち当たるというようなカリキュラムになっているので、早めにですね、その中1の間からもう単語を覚えていくときに品詞を意識するとか、動詞だったら自動詞なのか他動詞なのかとか、名詞だったら加算名詞なのか不加算名詞なのかとか、そういうことまでなるべく一緒に覚えていったりとかできると、スムーズにニュートレジャーでつまずかずに勉強ができるんじゃないかなと個人的に思ってます。はい、その改訂されたことで英語嫌いになっちゃったりとか、英語ってよくわかんないみたいな、その数学で意味わかんない公式がドーンと出てきたような感覚になってしまって英語が嫌いになってしまうってなるとすごいもったいないなというふうに思いますので、何か私のホールできることはないかなと考えた時に、じゃあニュートレジャーのステージ2に関してですね、本文はちょっと著作権の関係で写すことはもちろんできないですし、テキスト自体を画面に写すこともできないんですが、そのニュートレジャーの順番に沿っていってですね、その単元に出てくる文法の知識、考え方、みたいなものを動画を通して教えることができたら少しは何かこうお役に立てるんじゃないかなと、当塾に通ってくださってる生徒さんはもちろんですけども、YouTube を見てくださってる、保護者様とか生徒さんに関しても何かお役に立てればというところで、今日の夜7時からですね、不定期にはなりますけども、ニュートレジャーの2の、解説の動画を上げていきたいというふうに思っています。編集がちょっとなかなか間に合わなかったりとか、撮影するタイミングが間に合わなくて動画のアップ自体が遅れてしまうこともあるかもしれないんですが、全単元ニュートレジャーの解説動画を作ってですね、学校の授業の補助にしてもらったりとか、自分でテスト前勉強するときにちょっとこれよく分かんなかったんだよなっていうところとかの参考にしてもらえればと思います。で、一番ニュートレジャーの勉強でやってほしくないのがキーポイントって言われるその例文ですね、あとはその本文、会話文になっている本文だったり、あとリードって言われる長文の文章、それらをですね、和訳を丸暗記とか、英文を丸暗記みたいな勉強をしてこう乗り切るみたいな生徒さんをよく見るんですけども、それをやってもですね、勘のいい子であればそれで文構造をつかめたりとか文法知識が入ってく子も中には稀にいるんですけども、基本的には英語の細かい、その細かいというかその英語の当たり前のルールを何も知らずにとりあえず文を覚えてたみたいな感じになってしまうと、ちょっと単語が変えられたりとかすると全く対応できなくなったり、あとは英作文が書けなかったりするんですよね。読んでなんとなく単語ベースで訳すことができても自分でその文を作ることができないというふうになってしまうと、これから先その受験でもそうですし、英語の外部試験、英検とか、TOEFL とか IELTS とか、TOEIC の SW もそうですけども、取っていくときにやっぱり自分で正しい文章が書けないと、厳しくなってくる局面が多くなってきます。例えば国公立の上位を目指したいとか、いう子であれば必ず英作文、出ますし、なんなら自由英作という形でこのテーマで自分でエッセイを書けみたいな問題 も出てきます。なので正しいやっぱり文法が入っていないとですね、いくらその書きたいことがあってもですね、もう間違いだらけの英文になってしまってですね、かなり減点をされてしまうってところもあるので、その細かい文法の土台の部分っていうのは実はこの中1中2がもう肝なんで、そういう意味でもただの丸暗記ではなくて、しっかりと理解して、文章を和訳し英訳できるっていう状態にすべきだと思います。
多少単語が変えられても、同じ構造で文が作れたりとか、そういうことができるように、まあ、難しい言葉で言うとその英文を、抽象化して一般化して、記号化できるぐらい記号化すればですね、その記号の具体例としての単語を変えるだけなので、まあ、そういった勉強が、できるような一助になれればと思ってですね、文法を細かく高校レベルまで深掘ってですね、まあ、ニュートレジャーが今高校レベルまでのものをやってるので深掘って教えていければと思います。はい、なのでですね、今日の夜7時から第1回のニュートレジャーレッスン 1-1 の、解説動画を、上げていきます。おそらく毎週日曜日とか土曜日とかに、1個ずつ上げていく形になると思いますけども、なるべくペースを上げて学校のテストとかにね追いつけるようにしていきたいと思いますので、ぜひ、ご覧いただければと思います。また何かわからないこととか私の説明がちょっとわかりづらい部分があったとかあればですね遠慮なくコメント欄に書いていただければと思います。それではいってらっしゃい。Today I wanna be the light to reach where you're gonna be Whatever you say You may feel like being alone But I can be the one you really know now The world is yours